お前らか、世間知らずのネズミどもが。ずいぶん大口を叩くんだな。なんでそう思うんだ。キノコンに余計な思い入れを抱くとは、なんという弱さ、滑稽に過ぎる。これは最強のテイマー、ハニヤー様の理念に背くものだ。最強のテイマー。無駄な妄想を。軟弱なものなど、ハニヤー様と対戦する資格はない。お前らはここで脱落するのだ。正面突破だ。敵の戦線を砕け。まさか訓練が緩すぎたのか。倒せたけどなんだか喜べないぞ。